富永ボンドラジオボンドバこんばんは。ボンドを使って絵を描く画家の富永ボンドです。今週のゲストは佐賀の演劇界をリードする演劇家脚本家谷口文章さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。谷口さん、ついにという感じでございますね。そうなんですよ、ね、何年越しでしょうね。ねえ、もうかれこれ 6,7 年になるんじゃないですかね。なると思います。はい、放置され続けていやちょっとツイッターきっかけで、あ、 X ですね、はいはい、X きっかけで、もう佐賀の方は谷口さん絶対見たことあるんじゃないかなと思いますけどもね。いやいや、とんでもないですよ。もう憧れの富永ボンドさんとこうやってご一緒できるなんて本当に幸せもんでございます。なんか話し方が落語家の先生っぽいですけどね。脚本家でもいらっしゃるんですよね。はい、ありがとうございます、はい、うちの番組はおそらく初めてですね。脚本家の先生がいらっしゃったのが、あらま、はい、いろいろと演劇とそれから脚本のことについて2週にわたりお聞きしていきたいなというふうに思っております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では合言葉いきます。はい、せーの、アートに失敗はない。谷口文章さん、まずは自己紹介をお願いします。はい、私は幕末維新佐賀の八賢人おもてなし隊という歴史演劇ユニットの島義武役をやっておりまして、そして先日開かれました佐賀アリーナミュージカル、はい、県民ミュージカルの佐賀の夜の夢の脚本と演技指導の担当をさせていただいておりました、谷口文章でございます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。いや、役者さんをされながら、はい、脚本も書いて、うん、演出もされてと、多方面でね、ご活躍されている谷口さんでございますけれども、はは、もう先ほどご紹介ありました八賢人のおもてなし隊、はい、島義武、はい、さんとして、まあ、ご存知の方多いと思うんですよね、うん、あ、ありがとうございます。絶対見たことあるってみんな言うと思いますよ。そうですか。あの佐賀最高フェスっていうイベントあってるじゃないですか。あってますね。毎年10月ですかね、はい、山口知事が主催をされてある、うん、はい、あの行列とかでも、ああ、ね、もうありがたいことに知事と一緒に餅巻きとかしちゃったりして、餅巻き知事と一緒にですね。、はい、あれ楽しいですよね、はいはい、うん、この番組はあの長崎でもお聞きの方もいらっしゃいますので、はい、その改めまして幕末維新佐賀の八賢人おもてなし隊について教えていただけますか。はい、ですね、この団体は2012年に発足いたしまして、もともとは観光ガイドだったんです、はいはい、あの佐賀のお城下ひな祭りの夜の街を楽しく観光していただくために結成されたあの団体だったんですけれども、はいはい、男8人が集まって、佐賀の幕末から明治にかけて、日本の国づくりの基礎を築いた役になりきってやる役者がですね、はい、集まるなんてなかなかないなと、うん、確かに、うん、そしたらもう一丁佐賀城も人がたくさん来るようににぎわわせながらも、はいはい、なおかつ佐賀の魅力を演劇で伝えることができないかって言って、こう活動を始めたのがそもそものきっかけなんです。きっかけ12年前ですよね。12年前ですよ。はあ、はい、あの幕末維新の維新博、はい、がドカーンとあってですね。そうなんですよ、あれでぶち上がりましたよね。実はですね、あれ裏話がありまして、あの知事が本丸までですねお忍びでちょくちょく見に来られてたんです、我々の寸劇を。あ、そうですか。でギャハギャハ受けていただいて。山口さん歴史好きですからね、はいはい、イベントも好きだし、どうもそれでですね、あの維新博を我々を使いながらあの維新博をできるんじゃないかっていうふうに思われたという話をですね、知事から直接お言葉としていただい
きましたんで。そうですか、はい、そういったこともあったんじゃないでしょうかね。うん、はい、あの佐賀城の本丸では、はい、まあ、定期的にその演劇をされていらっしゃるんですかね。今もされていらっしゃるんですか。もちろん毎週日曜日1日5回、はい、朝10時から1時間半おきにすごいお芝居やってます。5回大変ですね。そうですね、単純計算でも5回かける50週の12年ですから、はい、3000回ぐらいトータルでやってるんですね、お芝居は。はい、で私個人はだいたいそのうちの6割ぐらいは登場してるので、1500回から1800回ぐらいは舞台に立ってる計算になります。はい、素晴らしいです。はい、佐賀の魅力をですね、うん、発信する、まあ、一つの拠点、はい、いやいやもうになってるのはもう間違いないと思いますので。ありがとうございます、ね、実はですねもうちょっとでですね、あと何千人かでですね、いや10万人を突破するんですよ。そうなんですか。はいはい、累計観客者数が、あすごい、あその演劇の、はいはい、あすごいですね、10万人。我々毎回毎回入場者数をカウントしてるんですよ。はいはい、で切り番の、9万何千人とかのお客様には毎回記念品をこうプレゼントして一緒にお祝いをしようっていうことをやってるんですよね。素晴らしいです。切り番いいですね。切り番ぜひ佐賀の方も長崎の方もですね見に行っていただきたいなというふうに思います。はい、そして、谷口さんが脚本を手掛けられたミュージカル佐賀の夜の夢、はい、はい、結構 SNS でも話題になってましたけどね。ありがとうございます。まずは公演おめでとうございます。ありがとうございます。終えてみて感想とか反応どうでしたか。ですね、まずは観客者数が私は別にカウントしてたわけではないんでメディア関係から の情報なんですけども、はい、4300名を超える方が一気にこの佐賀アリーナにこう足を運んでくださったと。すごいですね。1日ですもんね。1日ですね。はい、はい、もうこれだけでありがたいなと。で、前編コメディなんですよ。あ、コメディなんですね。はい、ラブコメディなんです。はいはい、はい、で惚れ薬を使った、男女間だったりもしくは男だけの三角関係とかにもなっちゃったりして、はい、前編笑えるっていうのが一つ僕の中でこうぜひ楽しんでいただきたいなと思いながら書いた脚本でもあるわけで、はい、で、お客様の反応を見たところですねみんな笑顔なんですよ。うん、ああよかったな、やってよかったなというふうに思ったんですよね。嬉しいですね。はい、嬉しいですよ。もう中にはね苦虫噛みつぶしてね、はい、帰っていらっしゃるようなお客様も演劇の後とかやっぱり、ちらほら見かけるんですよ。うん、でもね今回はねみんななんか笑顔でああ面白かったねって言って、うん、帰って行っていただいたみたいでありがたいですねというふうなそんな感想ですね。また八賢人とはちょっと違ったですね、うんうん、タイプのミュージカル演劇だったと思いますので、はい、ね、これを続けられていくんですか佐賀の夜の夢みたいなミュージカルは。うん、代表がですねティーンズミュージカル佐賀の主催でもある栗原誠二さんという方なんですけれども、はい、その方とお話をしてたところ、まあ、毎年っていうわけにはいかないけれども、定期的にこういった大きな公演をぶち上げたいなというふうに考えていらっしゃるということでした。せっかくアリーナできましたからね。ですよね。で知事もですね、はい、応援してくれるって言ってくれたんですよ。さすがです。うん、知事にも出てもらいましょう。いや絶対ゲストでなんか出そうじゃないですか。そうですね。ねちゃんとね今年取りましたからね。あ、そうですね。はいはいはい、はい、佐賀県は応援しますっていう、うん、はい、なんか私もお力添えできたらなというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、これからも頑張ってください。はい、そんな谷口さんが2024年今年やりたいこと目標とかあれば。はい、はい、実はですね、今年ですねもうやる公演が決まってるんですよ。はいはい、それはですね皆さんご存知ですかね、ハリマオって、ハリマオ、うん、解決ハリマオってもう言われてるんですけれども、はい、マレーの虎と呼ばれて恐れられた日本人がいるんですよ。はいはい、はい、でその方お隣福岡県の出身なんですよ。はい、
でその方の史実をもとにしたお芝居を一丁も作りまして、あ、作ったんですね、脚本もできまして、できてる、はい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 、佐賀と福岡のあの播磨のふるさとでも、公演しようというプロジェクトが実は立ち上がっております。おお、すごい、はい、で、ですのでそこをぜひですね、もう全編こう見てワクワクして、アクションもあってスッキリするような、もちろん笑いもあって、はい、で最後はちょっとほろっと泣ける、はい、そんなストーリーになっておりますんで、ぜひですね皆さん期待して足を運んでいただきたいなと思ってるんですよ。はい、はい、楽しみですね、はいはい、公演の情報などはどちらで見ることができますか。はい、谷口文章のツイッターやフェイスブック等々をですねフォローしていただければまめに発信いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんぜひチェックしてください、はい、来週は谷口さんのもっと深いところを伺っていきたいなと思っております。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここで NBC ラジオからのお知らせです。 NBC ラジオでは2月5日から佐賀県内で AM ラジオをお休みします。これは国が行う AM 停波の実証実験に参加するものです。現在 NBC ラジオは AM と FM で放送していますが、佐賀県内では2月5日から NBC ラジオの AM 放送がお聞きになれなくなります。佐賀県では佐賀 FM93.5、 鳥栖 FM92.1、またはインターネットラジオラジコでお楽しみください。なお古いラジオでは聞けない場合があります。詳しくは NBC ホームページをご覧ください。今週末の予定でございます。明日明後日2月3日と4日ですね、大阪の南森町というところのプレジオブランディングギャラリーというところで個展を開催しております。私はいないんですけれども、もしお近くの方、お近くにお知り合いの方いらっしゃる方は個展の情報ですね、見ていただければなというふうに思います。結構たくさん作品持っていってるんですよね。グッズもありますのでよろしくお願いします。そして2月3日明日土曜日は佐賀県多久市にあるアートスタジオボンドバで、みんなの100円食堂、子ども食堂ですねと、認知症予防カフェを開催します。節分でございますのでですね、明日は豆まきをしようかなと思ってます。でもボンドバのテラスって砂利なんですよねだからあそこで豆まきしたらとんでもないことになる。もう生えまくるし、発芽して大変だし拾うことも絶対できないので、ちょっと袋にね小分けした豆を投げようかなというふうに思っておりますので参加は無料で、大人の方は100円募金をいただければなというふうに思っております。子供は無料となっています。よろしくお願いします。情報は SNS をチェックしてください。番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。 NBC ラジオのウェブサイトメッセージフォームからお送りいただければ幸いです。皆様からのたくさんのメッセージをお待ちしております。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。せーの、アートに失敗はない。ナビゲーターはボンドで絵を描く画家富永ボンドでした。また来週。何が君を形作る、水のように揺れる心、その中身は大人子供を追う。君はその手で何を得る、きっとでかいこと成し遂げる。